ドンキーコングで踏みつけて倒した敵の叫び声のモノマネします。はい、おはようございます。というわけで今日も元気にゼルダのティアキンやっていきましょう、第3話だね。ということで、初めて見た人にも分かるようにちょっと説明しますと、ピーチ姫っていうキノコ王国の姫様がクッパっていう亀の大王にさらわれて、マリオっていうヒゲ面の配管工が助けに行くっていうお話になってます。どうもこんにちは、僕ドライムーンです。なんだっけ、ウルトラハンドっていう、俺の右手が真っ赤に燃えて勝利をつかめて轟き叫んだ結果、ヒートエンドできるようなすごい右手の力を手に入れて、それを使うとなんか図工みたいなことができるみたいな感じですかね。でまた次の祠で力手に入れましょうねっていう感じです。ということで、マーキングをしていっていきましょう。犬かな、まあ、電柱にねあれする感じですかね。そうで、今空島にいるから、落ちたらハートをねちょっと減っちゃうから気をつけて進まないといけないっていう感じですね。さあということで、先がないので、あ、これ板をつなげるんだね。はい、つなげました。図工99。とりあえず落ちとくか。この海いけんじゃね。あ、ダメだ、これ深い。なんかゼルダってさ、好きあらばこう料理を作らせようとするような、なんかそんな感じしない？あ、出た、ここ見て、雪山。雪山さ、前回俺ブレワイで諦めたんだけどさ、なんか寒いから体力減ってくんだよね。しかもスタミナもすぐなくなっちゃうからさ、山からこうずりずり下ろされてハートがなくなって死んじゃったみたいなことありましたね。まあ、こんなとこにいてもいいとこないんで、早いとこ脱出しちゃいましょう。いける？いけー、飛べー。これから鳥を倒して肉を手に入れます。まず弓をねぶちかましていきましょう。一発、そしてもう一発。あー、動き回るタイプね。動く獲物っていうのを仕留めるのは非常に大変なんで、じっくり見ていきましょう。ゆっくりゆっくり、いけ、おっと、双眼鏡を出してますね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、物だけ当たらない、うまくいきませんね。くそ、これ前回さ、俺が家とか行ってた謎のエリアだよね。あ、戻ってきました。なるほど、ウルトラハンド使って図工していくことによってジェットコースターみたいに進めるってことやね。実質 USA だな。そういえばそろそろハロウィンですね。ハロウィンナイト渋谷事変ということで、まあ、これも実質ハリウッドドリームザライドでアドの歌歌っていきましょうね。レッツゴー。これ結構難しくない？乗りながらウルトラハンドって使えないからさ、どうにかして動かしてから無理やり乗っていかないといけないんだけど、あれ動かないですね。これどうやったらいいんだ？誰かうまいやり方知ってたら教えてください。お願いします。何でもしますから。とりあえず引っ掛けていく。なんか難しいなこれ操作がな。ちょっとかけてって乗っていくと、俺が悪いってのかよ。さらに乗る場所を増やしました。重いのを前に乗せないと動かないのかな。なんでそうなる？絶妙な位置に動かしてすぐ乗る。お、いける？あ、いけそういけそう。おっしょ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 、いいぞいいぞいいぞ。いけ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 、ほーほー、ハリウッドドリームザライドだー。ということで、到着。オッケー。あ、ラウルタンだ、こんにちは。彼らは今も変わらず仕事してる。もともとは我らの使者として、なるほどね。ちょっと飛ばしすぎてよく分かってないけど、まあ召使い的な感じね。結局ラウルタンって何者なんだろうね。力貸してくれるから悪い人じゃなさそうだけど、なんか最後に裏切る系の味方をめるからな。よし、マルタをほっとしていくと、もう一回拾っていきましょう。どうかな、上戻れる、大丈夫そう。よいしょっと。はい、もう今日全体的にミスが多めですね。あー、どうしよう。とりあえず戻せるか、これ上に上がりか上がんないか。あー、どうしたらいいかな。一回戻す。あー、もう
通に行けるんかい。さっきの時間返してくれよ。さあということで、ジャイアンが作りそうなイカダを持ち上げていきましょう。はい、これを、ここに置くのかな。あ、ちょっと待って、なんか奥になんかある。何あれ、何あの箱、でっけえ宝箱みたいなの。え、これ何、え、落ちない、え、何、え、ん、乗れる感じなのかな。あれ落ちてこない。落ちない系の箱、落ちない系の箱ってなんだよ。私はここから見る時の神殿が好きなんですね。時の庭は静かで朝と夕刻を告げる時間、鐘が鳴るとこの島の川も様変わりする、懐かしい。そうですか、ラウールタンはあれなんかな、しばらくあのどっかに閉じ込められてた系の何かかなのかな。さあそんなこんなで、ちょっと高速に行くしていきましょう。とりあえずイカダ作って、風があるから多分海に乗っけて、きっと岸に渡る的な感じなんでしょう。はい、石の両手を持ってとりあえず置いていきましょう。まあもうだいぶ慣れたもんよ。置いてまた乗って向かうだけと、簡単なお仕事ですね。これあれかな、そのうち17階建ての豪華客船みたいなのを作れたりするんかな。てか冷静に考えるとさ、物作って動かしたりするってやってることはマイクラに近い感じするよね。ゼルダクラフトって感じ。あー、ゼルダクラフトだとちょっとあれだね、ゼルダをクラフトすることになっちゃうから、いけないいけない。足のチャンネルはちょっと健全なチャンネルだからね。変なこと言うとこだった、てへぺら。ということで、インイサーの祠に着きました。お邪魔していきましょう。お邪魔。とりあえずのれんあげるような感じで入っていくといいかもしれない。やってるっつって。さあさあさあ、今回は何の力が手に入る。またあれかな、ラウルタン出てくるのかな。あー、やっぱり出てきた。来たようだね。さあ右の手を出して。また右手出すの話。それはそういうことかな。しょうがないにゃ。いいよ。てれれれっつって。何今回は。今回のアイテムはこちら、スクラビルド。装備している武器や、もの盾に何物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。すごいじゃん。新しいなんか効果を生み出す的な、そんな感じ。なるほど。実質フレーザードってことね。メラとヒャドを合わせてメドロアを作るみたいな感じね。ほんとなんか創作系のゲームになったんだね、ゼルダって。もうとりあえずこの力をものにするために祠を進んでいきましょう。はい、スクラビルド。これなんだ、剣か。ん、これ普通に取ればいいか。錆びた両手剣。ああ。と、あ、岩を合わせる感じだ。とりあえずこいつ装備して、大岩とくっつけると、合体っつって。すげえ。もう完全に物理攻撃系のやつじゃん。これマジ半端ねえじゃん。え、じゃあこれ最終的にはさ、地球と剣を合わせて地球剣とかできたりすんの？弓と俺をスクラビルドして俺自身が弓になることだみたいな、そんなこともできるの？そんなこともできんの？すご。あ、これアイテム使ってくる系？みんなできんのかなこれ。ちょっと怖いな。とりあえずこのゴーレムスを倒していきましょう。あの下に明らかに燃やしてくれ的な落ち葉があるんで、とりあえず燃やしていく。あーはーはー、まあ、案の定燃えてますね。とりあえずあとちょっと削って、おっとこいつ強くない？あー、ちょっと岩石ブレードはあれだね、ちょっと隙が多いんだね。なるほど。あと隙が多いとね、ちょっと攻撃食らいがちっていうかね、やっぱあのスマッシュ攻撃よりは弱攻撃とか強攻撃の方が隙はまあ少ないよね。まあ、ちょっと慎重に倒していきましょう。弓で燃やしつつ、ぶん殴っとけば OK かな。あ、いて、よいしょよいしょ、もう一発いけ、よっしゃー。まあ楽勝ですね。ということで岩ハンマー使って壁も破壊していく。
オッケーオッケー。回復アイテムが比較的多いゲームっていうのはありがたいよね。まだハート3だし。さあ、ということで採用につきました。これでスクラビルドの力も手に入る感じかな。よくぞこの採用までたどり着いた。あなたの心の中に話しかけています。ファミチキをください。ここに収めし、じゃあお払う光を持って今その後照らさん、照らしてくれるのか照らしてくれないのか分かんないね。またなんかよく分かんないけどビーム。はい、ということで祝福の光だったっけ、2個目をゲットかな。お手手の中に祝福の光を入れました。これ本当に祝福の光、なんかどす黒かったけど大丈夫そう。さあ、ということでとりあえず2つ目の祠もクリアかな。本当にそなたの力になってくれるのかな、なんか不安なんだけど。言うだけ言ったらいなくなっちゃうパターンの人だね。はい、ということで外出てきました。リンク様、あ、バンドさん、こんにちは。バンドさん、私そびれたものがあり参りました。何くれるの、どうぞお受け取りください。ローズかな、これはストールンローズ、違う、何これ、バッテリー、バッテリー、突然なんか現実的な話になってきたな。お渡ししたのはバッテリーでございます。この地で使われるゾナウギア、ゾナウギア、あ、あれか、ゾウさんを舐めるウサギさんのギアね。あ、ということで、まあ今日はこの辺にしておきましょうかね。次回に続く。チャンネル登録、高評価よろしくな。またな。